皆様こんにちは、岩田です。今日はウクライナに対する戦車の供与についてお話をしたいと思います。報道ではレオパルド2戦車をはじめとしてですね、ウクライナに NATO 諸国が300両を超える戦車を供与する、ゼレンスキー大統領の要請に基づいて、少し時間はかかりますが供与するという、こういう報道が流れています。戦車300両というと非常に多い数量です。陸上自衛隊の場合は300数十両現在戦車がありまして、防衛計画の以前の大綱で決められたのは約300両というのが陸上自衛隊の戦車の定数です。ドイツも現在320両程度、スペインも同じく320両程度、まさに一国の保有する戦車の数をウクライナに供与するという、こういう数であります。で、この戦車というのは、もちろん攻撃にも防御にも、戦闘において使える兵器です。で、この戦車の特性というのは火力、装甲防護力、機動力という、その戦車砲という120ミリのこの砲を持ってですね、相手の戦車を撃破し、かつ自分で防護しながら相手の対戦車ミサイルですとか戦車に対しても自分を守りながら、そしてキャタピラ、無限軌道を用いることによって豪雨やあるいは作雑地と不整地をですね、タイヤを履いた装甲車では通れないところを起動していく、この3つのバランスある機能を持った、ある意味地上戦闘における戦場の王者と言われるほど強い兵器の象徴であります。で、これは防御にももちろん使いますけども、この3つの機能を兼ね備えているがゆえに攻撃の時に最もその威力を発揮するというふうに言われています。ゼレンスキー大統領がこの兵器を300両以上要求しているというのは、いずれは東部と南部においてロシアに奪取をされたこの領土を奪回をする、取り返すという意思の表れだというふうに認識しています。一方でこの戦車がウクライナに到着するには各国 NATO 諸国から数十両ずつ出していくわけですけれども、時間がかかります。春からあるいは夏までかかるというふうにも言われています。実際この戦車が数十両単位ずつですね、ウクライナに着くと、ウクライナはそれを受領して、そして訓練を始めます。実は戦車の訓練というのは非常に時間がかかります。今ウクライナの兵士たちがどれほど戦車兵が残っているか分かりません。もう十数万人、死傷者が出ていると言っております。かなり兵士も少なくなっています。したがって戦車に慣れた兵士たちが多く残っているとは考えられません。したがって戦車にあまり慣れてないものに対してこの300両を渡して訓練をしていく必要があります。私も陸上自衛隊の現役当時十数年間戦車に乗ってまいりましたけども、1両の戦車を使えるようになるまでこの4名の乗員訓練というのをやります。これで一つの大きな時間がかかります。で、3ないし4両が1個小隊です。おそらくウクライナは NATO 諸国の戦法戦術を受け継いでますので、おそらく1個小隊4両という戦車小隊を編成をして、この小隊長率いる4両の体系戦闘等々ですね、こういった訓練を次の過程でいきます。これも大変時間かかります。で、この4両の1個小隊の戦車をおそらく3個小隊、2個小隊の場合もありますけども、おそらく3個小隊、 3×4 両で12両、そこに中隊長戦車と下方を誘導するための乗員が乗るもう1両の戦車、合わせて14両で1個中隊という、こういう編成をおそらくするでしょう。この中隊訓練をやるのにまた時間がかかります。このまた14両かけ3個中隊ぐらいが大体彼らは一つの単位となるでしょうから、40数両が1個大隊です。この大隊訓練もやっていきます。今申し上げたようにこういったことをずっと繰り返していって、やっと戦力化ができて、
そしてゼレンスキー大統領の言う攻勢作戦の段階にあります。ここまで考えるとおそらく半年から1年ぐらいかからないと実際の使い物になる戦車部隊としては機能しないんだと思います。まあ、それぐらいの感覚で今後のやるウクライナの戦闘というものを見ていく必要がありますし、実は今申し上げたのは戦車だけの話です。戦車だけでは領土は奪回できません。今回ロシアが非常に訓練ができていない中、戦車だけが突っ込んでウクライナにやられている、まあ、動画がたくさん流れています。戦車の前を行く偵察部隊で、その偵察部隊がある程度偵察したところで戦車と一緒に、歩兵が装甲車に乗って、前進しながら、その行く先を砲兵が、弾薬弾火砲によってですね、相手を無力化しながら戦車が入っていく。で、戦車が行くところに対戦車壕があったらそれを埋めるための工兵が出ていく。地雷原があればそれを工兵が処理をする。あるいは戦車が故障すれば後ろから整備部隊がついてきて整備をする。長距離走れば燃料が切れます。燃料するための補給車両が行く。その上空から敵の戦闘機が、あるいは攻撃ヘリコプターが来た場合に防空戦闘をする防空部隊、こういったもの全てがトータルとしての総合戦闘力としてなすことによって初めて領土奪回の作戦が遂行できます。したがって戦車のみをもらっただけでは領土は奪回できず、そういった総合的な戦闘力を発揮するための訓練をやる、これまた時間がかかります。まあ、それほどですね、戦闘というのは非常に難しいんですけども、ただこういったことができれば、戦力化ができれば多分1年ぐらいはかかると思いますけども、奪回作戦が攻勢作戦が再開されるというふうに思います。一方防御側のロシアにはほとんど戦力が残っていません。動員はかけてももう戦車もほとんど撃破されているという状況の中で、ロシアはこのゼレンスキー大統領が考えている戦車300両による攻撃というものを非常に、心配をするといいますか、非常に悩んでいる状況だと思います。戦闘力がない中、最終的には劣勢に立って領土が完全に取られる場合というのは最後の最終兵器としての戦術核兵器の使用にいかないとも限りません。まさにバイデン大統領が戦術核を使わせないように、使わせないようにこれまでウクライナをずっと自重させてきましたけれども、こういった状況がまた新たな懸念として生まれてくるわけです。こう見てくるとですね、戦争は非常に長期化するという形になると思いますけれども、先般米軍のトップのミリー大将が今年中には戦争は終結しないだろうという見積もりを出しています。全くその通りだと思います。それほど今後戦争は長期化する中で、昨年の春にオースティンアメリカの国防長官がポーランドに行った際に記者会見の場で答えたのが、アメリカとしては最終的にはロシアが二度と戦争を開始できないような軍の弱体化を図るというのが目的であります。一度報道で流れましたけれども、アメリカの国防総省が5カ年計画でウクライナを支援する計画を立てているという報道が一度流れました。おそらくアメリカは1年と言わず数年単位でウクライナを支援しつつロシア軍の弱体化を図るという目的のもとに、今後も戦術核を使わせない中でどうやって戦争が長引いていくかということをアメリカは考えているわけであります。日本としてもですね、こういう状況の中で戦争が長期化されるという予測のもと、長期的視点になって視点に立って、日本がウクライナに対してどういう支援ができるのかということを考えていくべきだというふうに思っています。岸田総理が今度ウクライナを訪問されるというふうな報道が流れています。この時に G7 の今度の議長国としてですね、ウクライナに対してどういう支援を日本がするかということを提示すべきですし、そういった視点が今後しっかりと政府としてなされることを期待をしています。今ウクライナが困っていることというのは、もちろん戦車とかそういった戦闘的な兵器というのは NATO 軍等々から支援を受けるんだと思います。日本としてはまさに我々ができる得意とするところ、例えばウクライナが今冬を越す、あるいは寒さに困っている、あるいは発電所を
ロシアに攻撃をされて電力が足りない、こういったところを発電機というですね、この発電車両というものがありますけれども、電源車、こういったものをですね、ウクライナに提供することによって我々の支援というものの見方も出てくるのではないかというふうに思います。いずれにしても NATO 諸国、そしてウクライナ、ニーズ元のウクライナとしっかり調整した上で、日本が最も貢献できる、そういったことを積極的に支援をする、これを編み出すのは今非常に重要なことだというふうに思っています。少し長くなりましたが、今の現状と今後の日本の方向について述べました。終わりです。